球団別最後のノーヒットノーラン。こちら最後のノーヒットノーラン、なぜか中日2019年となっております。11球団しかなくて、草井川って全然印象にないな。ポンセいけるやんと思ったのに今苦労しとるな。何言ってんだ、中日柳は去年やったやろ。ほんまにロッテは参考記録やな。大野はパーフェクトゲームもしてるし良い投手だったな。待って、一度もやっとらんのやな。大野とかつい最近のイメージなのに、もう下から3番目なんか。飛ぶボール全盛期の市民でノーノーとかおかしなことやっとるやつがいるな。投手王国やってる阪神やけど、突出したやつがいないから結構間隔空いてるな。ロッテって去年も山本由伸にやられてたよな。さすがに近鉄より前のチームはないか。広島って前剣ぶりやったから結構久しぶりなんやな。意外と本拠地やないんやな。一番目立つのは阪神やけど、ポンセも大概だよな。日本でノーノーできるくらいじゃないとメジャーは無理だね。去年石川やったの誰も覚えてないだろうな。モラルないからノーノーやってる時もあと一人コールとかするんだろうな。ご視聴ありがとうございました。